を復旧事業にしてはならないという意味は、もっと多額の金額を使ってでも1000年に一度の地震が来ても耐えうる、そういう地域を作る必要があるわけです。したがってそのためには10兆円とか20兆円という金額では作れませんでしょうと。日本には大きな地震がいつ来るかわからないけれども、人が住んでいるところは安全なんだという、そういう街づくりをしていく必要があるわけです。そのためには相当の費用金額がかかります。したがって、まあ、10年で100兆というようなことだってあり得るわけですから、そういう街づくりをするためにはどのようないくらの費用がかかるかという形の積算をしていただいて、そのための財源をどのように手当てするかを考えてもらいたい。根っこのところから考え方が違っておりますので、その辺をしっかりもう一回議論してくださいというお願いでございます。さらにその今財政赤字があるから追加の国債、建設国債にしてもそういう発行ができないんだとおっしゃいますが、それはまさに頭の中だけの考えだろうと考えています。決してリスクがあることはないと私自身は言い切れると思いますし、もし心配であればもっともっとたくさんの識者の方々でもいいですし、いろんな方の意見を聞いて、今建設国債を20兆30兆出したら本当にそういうリスクがあるのか、国際社会から信用をされなくなるのか、そんなことはありえないと考えております。はい、そこはですね、日本の資金を管理するという役割ではなく、経済全体を大きなパイを大きくしていく、場合によっては GDP を倍にする、そのために今何をしたらいいか、そういう考え方もあるわけでございまして、この考え方に従って日銀に資金国債を引き受けさせても国際社会から信用を失うということは決してないと言えると思いますので、そこにつきましても一つのことにこだわらず大いに議論していただきたいと考えております。実はもっとたくさん今日は質問を持ってきたんですが、でもやはり自見大臣いらっしゃいますので、金融関係についてもお伺いしたいと思います。欧州の債務危機問題について、自見大臣にお伺いいたします。欧州の問題ではその欧州の金融機関に対しての不安が広がっておりますが、日本の金融機関については今日午前中もお話がありました通り、健全な信頼が寄せられて高い評価を、一定の評価を受けていると考えております。今日午前中に欧州の半減までですかね、 50% 削減ということが決まったというふうに聞いておりますけれども、日本の金融機関がそのユーロの債券をどのくらいそれぞれ持っているかというようなことを公表なさるというお考えはありませんでしょうか。中塚内閣府副大臣。まず数字の方を私の方からお答えをしたいと思います。国際決済銀行の統計によりますとですね、我が国の銀行部門のいわゆるピーグス向けの債券というのは今年の6月末時点ですが、全体で954億ドル 7.7 兆円ございます。内訳はですね、ポルトガルが22億ドル 0.2 兆円、アイルランドが約
約208億ドル、1.7 兆円、イタリアが442億ドル、3.6 兆円、ギリシャが14億ドルで1000億円、スペインが269億ドルで2.2 兆円ということになっておりまして、我が国の銀行の総資産が838兆円でありますから、ピーグス向け債券合計 7.7 兆円というのは大体 0.9% 程度ということになっております。中山君。はい、日本の銀行の信頼を維持していくという点から考えて、今のお答えの中で出てこなかったかと思いますけれども、以前ですね、サブプライムローンの時に銀行の資金、持っている保有している金額を公表した経緯がございます。今回もユーロのこの債務問題について日本の銀行の信頼を維持するためにも発表していかれる方がいいように思うんですが、いかがでしょうか。自民内閣府特命担当大臣。中山議員に、お答えをさせていただきます。今平塚一行ですね、副大臣からお話がございましたように、日本の金融機関、大体ピーグス向けの債券は 0.9% でございまして、そういった意味でですね、金融庁といたしましても、最近のですね、まさにヨーロッパの金融情勢、今日EU の首脳会議で合意をしたようでございますけども、これらの債券がですね、我が国の金融機関に与える影響を含めて、ですね、日頃より金融機関が抱えるリスクをきちっとですね、把握をさせていただいておりますが、今先生がおっしゃいました、これ今中塚一行副大臣も申しましたように、実はこれ国際決済銀行、ビスがもうすでに統計としてですね、ホームページに出ておりましてね、そういうことでございましてね、今、さすがに先生が言われたように、サムプライム関連商品の保有額については、当時ビスは何も公表してませんでしたんでね、実は金融庁がきちっと、情報開示ということで、動揺しないでいただきたいと。現実をきちっと分かっていただきたいということで、公表させていただいたわけでございますが、これは実はビスのホームページにもすでに公表されておりますんでね、それに加えて、しかし先生のそういったご意向でございますから、また状況に応じてですね、弾力的に、やはりきちっとこの危機をですね、乗り切っていく、そのためにやっぱり日本の金融機関に安心していただくということは非常に大事でございますから、そのことを最優先にですね、しっかり、状況において、検討もさせていただきたいというふうに思っております。中山君。はい、ありがとうございました。ビスの方を見ていけばいいということですね。もう一点、これは財務大臣だと思いますが、欧州の金融安定化について、日本は相当に協力していると考えられます。欧州金融安定化基金債のニュースレターを元に計算しますと、2011年6月までの資金調達、130ユーロのうち約130億ユーロのうち約28億ユーロを日本が保有しているというデータがございます。日本としてこのような状況を、時間がございませんのでまとめて、安住大臣はどのようにお考えなのか、さらに追加していくお考えなのか、こういう問題というのを良いことと言えると思って、私は個人的にそう思っておりますが、そうであればやはりそれを欧州のためにやっているんだということを、今日午前中林委員から別の問題でPR をすべきではないかというお話がありましたが、この問題についても同じように、より欧州だけではなく世界に向けて PR もしていっていただけたらと思います。まとめてお答えいただけたらと思います。安住財務大臣。まず先ほどまでギリシャの支援等で大変ヨーロッパとして長い審議をしておりましたけれども、今ご指摘ありましたようにギリシャ国債の 50% カットということをインバイトしていくということが決まったようでございます。
これはやっぱり大きな前進だと思いますが、しかし、ご指摘のようにこれから資本注入等が始まりますので、この先生からご指摘のあった EFSF 債の活用というのは非常に重要なものになってくると思います。ご指摘のように130億ユーロのうち、約27ユーロでございますが、今まで貢献をしております。今後どうするんだということでございますが、欧州自ら頑張ってこのいろんなスキームを作って今から動き出しますので、そういうものを見ながらではございますけれども、欧州の安定化は我が国にとっての国益に資するという観点に立ちまして、必要な措置というものは適時取らせていただきたいというふうに思っております。中山君。はい、ありがとうございます。時間が来ておりますので、例えばですね、このユーロの債券を日本の政府短期証券を発行して、それをユーロ債に立て転換するといったようなことなども、ある意味では円高対策の一つとも考えられると思っております。いろんな意味で円高対策、為替相場安定対策として、あらゆることを考えの上で思い切った対策を取って進めていただきたいと期待しております。ありがとうございます。